たのいつか笑って過ごせる日丸です。今パソコンを切ってね寝ようかなとしてたらなんかね立花隆氏 NHK から国民を守るとの立花隆氏が竹島は韓国の領土だと発言したという、デイリースポーツの記事を見てんってなりましてね。ちょっと見てみたらどうやら嘘だったようだと。ちょっとその発言した動画も見てみたんですけども、確かにその一部だけ切り取るとね韓国の領土って言ってるんですけど、という考え方もあるというか、説明している流れの中で言ってるんですね。要はこうだから韓国の領土だって主張しているっていう感じのことを説明している中で言っていて、そんなの切り取られたら誰の発言だって好き放題書き放題じゃないですか。それこそね、例えば日本代表の立花さんじゃねえ、桜井誠さんが韓国は竹島を韓国の領土だと言ってると、そんなのおかしいだろうって言ったおかしいだろうの部分除いちゃうと韓国は竹島の領土になっちゃうんですよ。そんなねアホな切り取りね、メディアがしていいんかいっていう、なんかちょっと立花さんもね分かりにくい言い方をしていたので、記者がただのバカっていう話可能性もあるんですけど、ちょっとねいくらなんでもひどいと、さすがにひどいでしょっていうのがあって、思わず動画を撮り始めました。さっきまでずっと、ね、ツイッターで書いてたんですけど、ちょっと動画も撮っとこうと思いましてですね、撮りました。もうなんていうか、その僕自身もライターなので記事って書くんですけど、記事ってすごい怖くて、文字一文字間違うだけで意味が逆になることってよくあるんですね。ちょっと脱字とか結構あるもんなんですけども、でもその意味が全然違うになってしまう脱字とかって、構成する人も結構しっかり見てるので、その辺はね、なんか漢字が間違ってるとか気づかずにアップしちゃうことって結構あるみたいですけど、なんかこの間どっかの大きい会社のネット版でありましたけどね。それミスは仕方がないと思うんですけど、でもこの場合なんかその字を打ち間違えたとかじゃないんでね、デイリースポーツのやつね、ちょっとこれさすがにひどいよねっていう、立花さん自身も反論の動画上げてますし、ネット上でその発言についてのその1分ちょっとの動画とかもツイッターとかで上がってるので、ちゃんと調べてね見てください。ちょっとさすがにひどいです。もうなんかNHK が国民を守る党の保守系の支持者を全部分断しようとしてるんじゃないかっていう、なんかもともとからねちょっと右寄りの保守右派というかの人たちの中には、立花さんはパイオクだとかね、なんかパチンコやるからパイオクだとか、パチンコやるから朝鮮人だって言ってる人もいるんですけども、ちょっとねさすがにちょっと個人が言ってる問題じゃないんでね、これデイリースポーツっていう公共の新聞がねやってるんでね、ちょっとさすがにまずいんじゃないのとは思います。ぜひね、その立花さんだけでなくいろんな人の発言あるんですけど、その真意とかをしっかりと見てから、よく安倍さんの発言とかも切り取られてたりする記事が出てますんで、安倍総理ですね、ちょっとしっかり見る癖をつけた方がいいんじゃないかなとすごく思いました。まあ元から思ってるんですけども、今回特にこれはひどいと思ったのでね、動画にさせていただきました。ということで、よければね、一つの記事を見て判断せずに、いろんな記事を見る方がいいと思います。僕もね、一個の記事を見て、パッとつぶやいたら、実はそれが嘘で、後ですいません、間違ってましたって、よくあるっていうか結構あります。ツイッターに関しては僕もね、その裏取りせずにつぶやくこともよくあるので、間違ったことを挙げてた場合は訂正する方がいいと思います。はい、デイリースポーツに騙されたと言ってもね、すいません間違ってましたっていうのを言わないと、その勘違いしたままになる人が結構出てしまうのでね。ということでね、よろしければチャンネル登録お願いします。ということで、いつか笑って過ごせる日村でした。